薬剤師国家試験の模擬試験って基本的には大きいところだと9月、11月、1月にあるんですけど、まあその隙間に他の模擬試験あったりするんですけど、基本的にはそのあたりから本格的に模擬試験が開始されるんですけど、逆に言うと今の時点ってちょっと空白期間で、まあどう、私、僕、俺がどの程度のまあ、レベル、順位にいるのかってわからないんですね。なので、今現時点で結構ふわふわしてる状態なんだけど、まあ、もうちょっとで、もしあるけどっていう感じだと思うんですけど、じゃあ実際に今現時点でどれぐらいの点数取ってれば、まあいいかなっていう、そういったラインってないので、私がちょっと、まあ、ラインっていうか決めさせていただきますね。で、まあそのラインについてなんですけど、まあ基本的に言うと、まあ模試の、薬ゼミ統一模試1の点数の目標ラインとしては、現役薬学部生が190点、そして国試浪人生が240点ですね。それは昔から言っております。で、まあ、その手前ですね。もう7月、まあ、これから入りますが、その点数のラインとしては、現役薬学部生は170点、そして国試浪人生が225点ですね。こちらがラインにさせていただきました。で、まあ、どういったわけかっていうと、まあ、国試浪人生に関して言ったら、まあ、基本的に240点って書こうと、言おうと思ったのですが、まあ、そこまでちょっとハードル上げてしまうと、まあ、今現時点で取れてない国試浪人生って、取れてる国試浪人生よりも多いと思うので、まあ、それだと、まあ、すごく、まあ、焦らせてしまうので、まあ、本当に、まあ、ギリギリというか、このラインに乗ってれば、まあ、合格するよねっていう、そういう点数。そして7月から9月の模試までの間に、その225点から240点に上がるよねっていう、期待を込めた225点ですね、にさせていただきました。そしてもう一つ、現役薬学部生の170点っていうのは、まあ1ヶ月、まあ2ヶ月あるので、まあもうちょっとで2ヶ月ちょっとあるので、まあ、1ヶ月でだいたい10点のペースで上げていってもらえれば合格できるよっていう、そういったラインになっております。なので、まあ、先ほど言った、模試1の190点、9月ですね、にあると思うんですけど、まあ、そこに合わせると、今170点、8月180点っていう形ですね。で、一月ごとに10点ずつ上げていけば、まあ、国家試験合格できますよっていうラインですね、になっております。まあ、これを聞いて皆様どう感じるでしょうか。まあ、結構余裕だなって思う人もいれば、すごく不安に思う受験生もいると思うんですけど、まあ、そういった、まあ、目標とか現時点のラインですね、を決めることによって、まあ、うまく勉強に集中して取り掛かれる、そういった精神状態になれば、まあ、結果的に本番までの最終的な点数は上がっていくかなと思うので、まあ、この、点数ですね、を、まあ、頭に入れてもらって、で、今後ですね、勉強に役立てていってください。それでは。予備校は、無償で運営しているため、続けていくためには、皆様のご協力が必要です。YouTube のチャンネル登録と X のフォローをよろしくお願いいたします。